はい、こんにちは、ミスタートレです。今日紹介するのは RAW.Another World の新作ですね。2020年第1弾、こちらになります。レターペンダント、今回紹介させていただくのは大文字と数字です。全部でなんと39かな。今回の新作のこだわりポイント、ラットさん曰く、全てを同じフォントで制作するのではなく、それぞれのアルファベットや数字に合った個性を演出できるフォント選びにしたとのことです。一応レターペンダントとしての発表なんですが、キャストから上がった状態で上下左右に丸カンが4つついてますので、縦に連結したり横に連結したりっていうのが可能です。まあ、ラットさんのインスタとかでもね、こうアルファベットを連結させてブレスレット作ってたりとか上がっているんで、よかったらラットさんのインスタも覗いてみてください。概要欄から飛べるようにしておきますね。並べ終えました。いっぱいある。いきましょう。 A、 2パターンありますね。 B、 C、 D、 E、F、 G、 H、 I、 かっこいいなこれ、 J、 K、 L、 M、 N、 O、 P、これ13隠れてますね。 Q、 スカルがいい。 R、 2タイプ。 S、 T も2タイプ。U、 ホース州になってます。 V、 W、 X、 クロスボーン、 Y、 Z、 1、 2、3、4、5、6、7、8、9、0。特徴のあるアイテムとして今回はいくつかピックアップして紹介しようかなと思います。まず H ですね。こちらはですね、裏面も表面も距離使えるようになってます。そして I、 こちらカミソリですね。これかっこいいですね、やっぱり重いし。そして M と W、 一緒に紹介させていただくんですけど、上下逆さまにして M と W 両方演出できるようになってます。そして U、 こちらですが、通常の U だと馬蹄、逆さまにしてナジャ、ナジャの説明は言いにくいので検討に来てください。 YouTube だとコンプラで引っかかるんじゃないかな。 X はクロスボーンですね。数字の方ですと9、まあ逆さまで6に使えたりとか、それと0、こちらは O としても使えますので、その連結で遊ぶときにこの数字を入れてもおしゃれかもしれません。とりあえず今回は大文字の英語、数字の L サイズという発表ですが、今現在第2弾として小文字と数字の S サイズ絶賛制作中でございます。これすげえ大変な型数だよ、本当にね。ちょうどこれ作るって去年かな、聞いてマジかって思ってたんだけど、さすがですね、作ってきましたね、かっこいい。というわけでフレーズらしく13とか作ってみようかな。13ですね。余談ですが、
トレーズっていうのは13番目って意味で、まあ僕と姉さんが13日生まれで、このお店13番地っていうのもあってトレーズなんですけど、ちなみに13番目の英語が M っていうのもあって、ロゴの中に M が入ってます。次はヘイト。これ A と T が2種類ありますので、入れ替えてみると面白いかもしれません。ちょっとやってみましょう。こんな感じですね。こっちの T の方が合うかな。このフォント違いで並べるっていうのは面白いですね。これどうですか？ ちなみに大きさですが、だいたい3センチぐらいになります。バチカン入れて覗いて 2.5 ぐらい。文字や数字によって若干違いはあるんですけど、今回の第1弾はだいたいそれぐらいの大きさです。そして新たに箱ができました。前回紹介したやつよりも小ぶりなやつですね。これロゴ入ってる。はい、というわけで本日は RAW の紹介でした。それではアリベデルチ、バイ。